フリントコーンが虫に食われないで育つかどうか実るかどうか心配をしているんですが、虫の食い跡はあるんですけどね、こうやって茎を見てた時に茎の途中、葉っぱは食われてる跡なんですけど、茎の途中に虫の食い跡がないので、茎の中に侵入してないのかな。まだそれでもう私の背丈ぐらいの高さになってるんですけど、雄花が開いてないんですよね。スイートコーンの場合もっと早く雄花がついて成長しながら雄花が開いてくるんですけれども、雄花がつくのは遅いんでしょうかね。